本当の二重スリット実験。疑似科学を一刀両断。ネット上の量子力学の説明は、にわかには信じがたい科学理論と明らかな疑似科学が同列に扱われ、後者の方が多数を占めています。それに対する反応は明らかな疑似科学であるにもかかわらず、無批判に受け入れているものと見なします。そうした状況は、社会に大きな悪影響を及ぼしかねません。特に、妄想の類が大多数の物理学者から支持されているかのような言説は、未定量とも悪用されるので、看過できません。そこで、科学と疑似科学の境界を明らかにするための資料を作りました。実験装置と結果を説明します。2つのスリットがあるついたてに向けて、素粒子を1個ずつ発射します。実際の実験では、スリット間隔は1マイクロメートルから50マイクロメートルの非常に狭いもので、スリット幅も数マイクロメートルしかありません。一方で、スリットからスクリーンまでは、数十センチメートルから1メートルくらい離れています。また、実際の実験でのスクリーンは、単なる平面板ではなく、素粒子の位置を検出する装置になっています。スクリーン上の点が増えてくると、点の集合が、干渉島の形になります。実験結果が直接示すことは、次の3つです。実験事実 A、スクリーン上の模様は、すべて、小さな起点によって構成されている。実験事実 B、各起点は一定範囲に分布し、その密度による濃淡が干渉島を形作っている。実験事実 C、2個以上の起点が同時に発生することはほぼない。実験結果から直接推測できること、実験結果が直接示すことから直接的に推測できることは次の3つです。推論 A、スクリーンに着弾した以降には、粒子性が現れている。推論 B、途中の経路上では、波動性が現れている。推論 C、電子や光子1個分でも、推論 A と推論 B が両立する。波動性のない粒子なら、2本の線になるはずです。粒子性のない波なら、滑らかなグラデーションの干渉島になるはずです。点の集合が干渉島になるなら、干渉島を作る波動性と点上の粒子性が両立していることになります。波は空間を広がって伝わります。先ほどの干渉島もスクリーンの一定範囲に広がっています。だから、この干渉島を作る波も空間を広がって伝わると考えられます。一方で、粒子はある一点に存在します。つまり、空間上に広がる性質と一点に存在する性質の二つを兼ね備えていることになります。以下、これをもう少し詳しく説明しましょう。素粒子源から素粒子が発射されると、波となって伝播すると考えられます。波がスクリーンに到達すると、波の範囲のどこかのスクリーン上に点が現れます。この点がどこからやってきたかはわかりません。素粒子を次々に発射すると、スクリーンには次々に点が現れます。スリットを通って、2つの経路に分かれた波は、再び合流して、スクリーンに到達します。その際、2つの経路の波は、干渉を起こして、強め合ったり弱め合ったりします。この図の明るさは、波の振幅の大きさを示しています。この模様は、二つのスリットを焦点とした双曲線です。波の振幅の事情は、そこに点が現れる確率に比例します。考えられる可能性を科学的に考察します。今から、三つの解釈を紹介します。なお、量子力学の標準理論では、直感的に受け入れがたい、奇妙な計算方法を採用しています。他の計算方法もありますが、いずれも標準理論と数学的に等価な計算方法を採用しています。あらゆる実験結果と辻褄を合わせるには、標準理論と数学的に等価な計算方法しかありません。実験結果を無視して辻褄を合わせようとしない理論は科学とは呼べません。標準理論がどのような計算を行っているか、その計算内容を無理やり現実に当てはめて説明します。ただし、標準理論がそのような解釈を採用しているわけではありません。標準理論では、K
計算結果は測定値を示していますが、計算過程が現実と一致しているかどうかにまで言及していません。標準理論の計算過程では、波は空間上に広がって伝播します。この波は、粒子の多数の存在可能性の集合体と考えても差し支えありません。スクリーンに到達した波は、測定した途端に、急速に一点に収縮し、天井の痕跡をスクリーンに描きます。収縮現象は、存在可能性がたった一つだけを残して、すべて消滅することだと考えても差し支えありません。波の通過スリットを測定しようとすると、その測定によって、波が一点に収縮するため、波が一方のスリットしか通過しなくなって、干渉島が生じなくなります。このような計算過程が、実在の現象なのか、計算上の虚構なのかはよくわかっていません。主流のコペンハーゲン解釈では、このような計算過程は、結果を計算するための道具と考え、それが実在するかどうかは考えないことになっています。多世界解釈では、収縮現象は、分岐後の世界の一つのみを知覚できることによる見かけの現象と解釈されます。一方で、ドブロイの二重解の理論やその派生理論では、次のようになります。素粒子は、粒子である。一方で、その運動量に応じた波長の波を伴っています。この波は、直接観測することはできませんが、粒子の軌道に影響を及ぼします。そのため、2つの経度を通った波が干渉すると、干渉島になる確率分布で、粒子がスクリーンに到達します。これらの理論には、次のようなものがあります。量子ポテンシャル理論では、粒子が取り得る経度は、左の図のようになります。このうちのどの経度を通るかは、粒子の初期位置で決まります。これらの理論にも課題はあります。さらに詳しいことは、出典を読んでください。不思議なことに、粒子が通過したスリットを測定しようとすると、どのような方法であっても、なぜか、干渉島に必要な要件のうちの一つ以上が成立しなくなるので、干渉島が生じなくなります。つまり、粒子の経路情報と干渉島を同時に手に入れることはできません。この性質を相補性と呼びます。いずれの解釈でも、波がどちらか一方のスリットしか通らないなら、干渉島は生じません。干渉島が生じるためには、波が2つのスリットを通過する必要があります。以上を踏まえた科学的な解釈は、今紹介した通り、大きく分けて3つあります。この実験では、最後が一番素直な解釈に思えますが、他の実験結果も考えると、話はもっと複雑になります。疑似科学的説明を一刀両断。経路を測定すると、2本の線が現れる。本当は下の図のようになります。2本の線が現れるためには、波が1箇所に凝集した状態を持続することが必要になりますが、それはハイゼンベルクにより不可能だと証明されています。粒子が2つのスリットを通った。波動性のない粒子が2つのスリットを通っても、干渉島は生じません。干渉島の説明に全く役に立たない以上、粒子が二つのスリットを通ったかどうかをことさらに論じる意味はありません。経路情報を後から消すだけで干渉島が復活する。相補性原理によれば、粒子の経路情報と干渉島を同時に手に入れることはできません。しかし、それはどちらか一方が必ず手に入ることを意味しません。干渉島を復活させるためには、粒子の経路情報を諦める必要があります。しかし、経路情報を測定してしまうと干渉島は復活しませんし、粒子の経路情報を諦めれば、自動的に干渉島が復活するということでもありません。実験の一例は、
本当の量子消しゴム実験の動画を参照してください。なぜか経路情報と干渉島の両方を手に入れることはできません。そして後から干渉島を復活させられる場合もなぜか経路情報を諦めないと干渉島を復活させるための情報は手に入りません。このような相互性は量子力学特有の性質です。まとめます。経路測定で干渉島が消えるのは干渉島の成立条件を測定が乱してしまうため。なぜか経路情報と干渉島がどちらか一方しか手に入らない。前者は古典力学で説明できる現象で、後者は量子力学特有の性質です。この2つを混同しないようにしましょう。経路測定するときは粒子になるが、経路測定しないときは波になる。本当の量子消しゴム実験の動画で示した実験では、経路測定した場合も波動性を維持しています。また、経路測定しない場合も、スクリーン上で点が現れている段階では粒子性が現れています。大物物理学者のジョン・ホイーラーの遅延選択実験では、経路測定の有無によって波動性がなくならないことが確認されています。次週予告。さて、来週のさ、えさんは、波平のカメハメハ、タマ、絶体絶命、多世界のカツオ、の3本でお送りいたします。来週もまた見てくださいね。ふんごふご。以上の説明には、科学と疑似科学を取り違えるような大きな間違いはないはずですが、内容の正確性は保証しません。これを作成するために参照した資料の一覧を示します。ナレーションはボイスロイドプラス、ゆずきゆかり、EX さんでした。